ほうほう、そなたたちいかようにしてここまでたどり着いたか。ま、引き返せ、引き返せ、引き返せ。これ聞いておるのか。そこから先は頂の世、いわば神の世じゃ。人の身で踏み入ってよいところではない。おい、引き返せと申しておるに。ようやく見つけたぜ。この山にこんな大層な橋があったとは知らなかったな。年貢の納め時だ。今度は逃がさねえぞ、カツラ。石丸、何故そうまでして我らを。抜けたてめえにはわからねえだろうが、俺たちだってギリギリなんだ。そのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし、裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえ。ならば致し方あるまい。なんだその情けねえなりは。侍が聞いて呆れるぜ。まあいい。なあお姫様、何故そのようなところに。なりませぬ、お戻りくださいお姫様。ちゃ、うるせえな、何だってんだ。いいぞいいぞ、わしに構わず続けるがよい。それにしても面白いの。お主ら人か、人じゃろ。この頂の世に踏み込んで早々に切り合いとは、まったくもって野蛮極まりないぞ。ほれ、もっとやれ。お役目の日は退屈でのう、出番が来るまではただただ飲み続けるしかないんじゃ。しかし今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃろう。お姫様、そのような者どもと関わっては。おいおい、案ずるな、すぐ戻るわ。おお、いい着物じゃねえか。おお、お主のごとき下郎にもこれがわかるか。高いぞ、この絹は高いぞ。このわし、さくな姫の格を示すにふさわしいであろう。さけくせ、ガキのくせしやがって。なんじゃと。わしは大人じゃ。あまりの無礼さにすっかり酔いが冷めてしもうたわい。宴に戻って飲み直すとするか。人の子よ、ここから先は神の領域じゃ。橋が消える前にさっさと引き返すんじゃな。さもなくばその命保証せんらしいぞ。へんへんへん。あのワッパ、なんとした旅力。宴と言ったか、後をつければ何か食い物にありつけるやもしれぬな。毎年のお役目がいただけるんじゃから、まっこと高貴な地とは楽なもんよ。そうですか。
私などは今年もカムヒツキ様にお認めいただけるよう力を尽くしているつもりなのですが。残念、そら残念じゃの。血の尊さばかりは後から変えることはできぬでな。そうじゃ、我が友心はよ、わしの役を手伝わせてやるぞ。カムヒツキ様のお目に触れる機会が増えればお主の覚えも良くなろう。それではよろしくお願いいたします。おひいさま、いい加減になされませ。その大切なお役目を果たすのはこれからですぞ。席に戻るなり、このようにまた深酒をなされては。またまた、たまじはうるさいの。なに、酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせるわい。わしにかかればチュチュッと。あ、まずい。これどこに行かれるのですか。まだお話は。スワンジー、わしが間違っておった。改めて酔いを覚まし役に備えるとする。少し席を外すぞ。おお、おひいさま、ついにこの玉の心をお分かりいただけましたか。おい、お主ら。まずいまずいまずい。人の子なんぞ連れてきてはお役目どころかお咎めじゃ。なんとしても引っ捕らえれば。逃がすか、そこに直れ。ぶっ飛べ。とはっ。なんてことをするんじゃ。この壺はとんでもなく高いんじゃぞ。愚か者め、神であるこのわしを。加減なからくりを作りよって、戻ったら文句の一つも言わせてもらわねば。ここは三毛殿の蔵ではないか。あやつら、わしがカムヒツキ様に捧げる米を食らうつもりか。それだけは絶対に許さんぞ。
やりおったな。人の子の分際でこのわしに歯向かうとはどういうことか。その身に深々と刻み込んでくれるわ。いや待て、ここには強い酒や油。何でしょう、今の大きな音は。何やら香ばしい匂いがいたしますな。さくな姫よ。その方、あの偽善たる武士竹利備が娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、朕が楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは、はあ、なんたる所業ぞ。何とぞお許しを。それもこれもこやつめらは。神ともあろう者が人に席をなすりつけるでない。申し訳ござめませぬ。さて、人の子らよ、名乗れ。桂右衛門の城高森、人呼んで田右衛門にござりまする。おいらは金太だ。おめが帝ってやつか。ゆいだ。こいなとこやんだを早く消してけらい。見るってと、あい、かいまるです。神と人は二つよ、すなわち頂の世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め。されどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしもうての。次にあれがいつ現れるかは主神であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだ。よって橋が現れるまでそこのサクナ姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるがよい。始末と申されますと。サクナ姫よ、鬼島のことは存じておろうな。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。いまいましきあの地は古くより多くの鬼が救い、いまだ我が支配を及んではおらぬ。その方らはこの鬼島を開きながら何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃ。そのようなお言葉ですが、カムヒツキ様、鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。ん？ここから通うつもりではあるまいな。無論鬼島に住み着いて命を果たすのだ。それまではこの都を追放とする。追放でございますか。これは正式なる勅であるぞ。以上じゃ、下がれ。追放こさあ、おひいさま、あちらに。都を離れたら死んでしまう。良いお年をしてダダをこねられますな。決まってしまったものは是非もありませぬ。一日も早く勅を果たし都に戻ってまいりましょう。さくなさん、心はあんなやつらと一緒なんて嫌じゃ。ここで心はと一緒がいい。私も寂しいですわ。ジー殿、いかがいたしましょう。頼む。なんと情けない。
あれが都一番の武神の血を継ぐ神のお姿か。しかしながら良い機会なのやもしれませぬな。おひいさまはこの三柱の都で何の労もなくご両親の財をただひたすらに食い散らかしてお育ちになりました。これからの厳しい生活がおひいさまに多くを学ばせてくれると願いましょう。私の分もさくなさんをよろしくお願いいたします。この命に変えましても。さようならさくなさん。寂しいけれど少しほっとしている。どうして。おめえなあ、ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。まんずいでくったくただよ。まあまあよいではないか。してさくな様、これからいかがいたしましょう。そうじゃな、じいに聞いてみるか。じい、おいたまじ、寝ておるのか。着きましたな。ここが鬼島で間違いございませぬ。じいはまっことじじいじゃの。聞いておったのならこれからどうすればよいかはよ申せ。ふん、確かこの洞穴はずっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。その頂にはおひいさまのお母上が住まわれていた家がございます。まずはそこを目指しましょう。そうか、わかった。さあ行け、人の子らよ。あい、いや、お主はさすがに。カイマルは見る手と一緒。他の者はどうした。何故誰も動かぬ。だってこの島は鬼だらけなんだべ。なあ、金太。ゆいの言う通りだ。神様ってのは一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。ぐんぐん、クソ生意気なガキどもめ。おい、田植えもんとか申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。はは、かたじけない。この刀は由緒正しき技物なれど、肝心のそれがしには武芸の才が全く備わっておりませぬ。いつぞやなど七にあってすら刀がすっぽ抜けてしまい。おひいさま、もうよい。わし一人で行ってやるわ。おお、それではそれがしたちは後からついていきまする。